ニーハウスの数です。前回の動画に続いて、ダンパー後付けするっていう DIY をやっていこうと思います。で、今の隣に映ってるのがダンパー付きの、新たに調達した、煙突で、隣が前に DIY で付けた煙突なんですけど、今こうやってもう屋根貫通してるので、今から僕屋根の上に上がって、とりあえず一番上の煙突を取ってこようと思います。で、その後順番に煙突外してって、こいつ間に入れようと思います。じゃあ行ってきます。取れたの見えた。うん、見えた。下準備でコーキングは取ってあるので、まあ、こんなに早く取れるんですけど、でもコーキング取るだけで全然抜けました。で、続いてこっちやろうと思います。こっちはこっから上がってくれたら一番いいんだけど。上から順番にやるしかないですね。下からズボラにボコッとやろうと思ったんですけど、中覗いてみましょうか。こっちから？暗いだけやな。動画としての面白みは全くないな。こっちおお。側、どう？来たけ。全然汚れてねえな。言うほど汚れてない。私はやっぱ下の方は多少すすっぽいね。こいつ勝て、こいつ勝てぞ。わかった、こうや。あ、でもそんな一緒ぐらいだよ、すす感は。こうはこう。これの方が見やすい。真っ暗。これストーブから600ぐらい。ちょっとここ錆とか出てる、ほら。ここも錆びてる。これは違うか。全然綺麗やな。すごい綺麗。全然綺麗だよ。
指紋取っとるで、うん、あ、ごめんごめん、問題はこいつ取るぜ、うん、頑張れ、そういく打つせんやん、そうか、硬そう、こいつはがっつりハマっとんな、なんせ自重で勝手に沈んでたもんね。じゃあさ、これこの間に入れりゃいいやん、ダメな、そうする、ダメな、一番下じゃないといけん理由ってあるん、もうむしろこっちより、うん、この上についてた方が、うん、あのレバー操作するときに熱くなくて安全だなとは思うけど、じゃあそうしよう、はい、終わりました、そうします、ちょっとここ覗くか、こう真っ暗、ごめん、私の背が足りん、あれがある、ちょっと待って、点検だ、どう見える、うん、おー、こんな感じか、うん、あ、綺麗になった、ほんとや、これ、うん、ほら、ほんとだ、ほんとだ、綺麗になった、これすすだ、うん、全然綺麗な、でも、うん、綺麗綺麗、ちょっと覗いてみる、マスター、うん、あれストーブの、二次燃焼のなんか、なんかだよあれ、うん、なんか溜まってるな、はい、うん、灰が、灰かなんか溜まってるな、ちょろっとだけ、あー、そういうことか、うん、天板がある、一番下じゃないんかこれ、うん、一番下じゃない、うーん、はい、はい、貴重な動画でした、はい、このまま組んでいきます、こうして、うん、きた、まあでもちょっとおしゃれに横向きっていうのもありじゃん、こうどう、おしゃれティ、うん、どう、まあ使いやすさで言うと、使いやすさでどうやろうね、どっちがやろうね、やな、うちの場合は、これが今どうなん、全開なん、前平やな、これ前平って閉まっとるってこと、はい、ああ、それで開いとるんや、うん、うん、で今が閉まっとる状態なんや、うん、これ閉まっとる、閉まっとると燃えんってことやね、燃えんってこと、あ、空気引っ張られんが、いいんじゃないでしょうか、うん、じゃあ、あとは組んどきます、以上です。